ブラッドフォード郡はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の北部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は62,622人であり、2000年の62,761人から0.2%減少した。郡庁所在地はトーンラボロであり、同郡で人口最大の町はセイアボロである。 ブラッドフォード軍は1 8 1 2年2月21日に、ライカミング軍とルザーン軍の一部を合わせて設立された。当初はオンタリオ軍と呼ばれており、1812年10月13日に再編成された時にブラッドフォード軍と名付けられた。軍名はペンシルベニア州最高裁判所主席判事とアメリカ合衆国司法長官を務めた。 ウィリアム・ブラッドフォードにちなんで名付けられた。ブラッドフォード軍はアメリカ合衆国下院議員ペンシルベニア州第10選挙区に属し、2013年時点では共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第23選挙区に属しており、下院では第68及び第110選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党 海員も共和党二人が独占している。ブラッドフォード軍庁舎、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1161平方マイルで、あり、このうち陸地1151平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は0.89%である。軍内の公共交通は、エンドレスマウンテンズ交通公社が担当している。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の主要雇用主は天然ガス産業、デューポン、グローバルタングステンパウダーズ、クラフトマスター、カーギルリージョナルビーフ、ワイアラシングである。ブラッドフォード軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。ボロ。 タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が、人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村など、その他の未編入領域も下記に挙げる。ブラッドフォード郡教育学区の区分図2012年時点で、ペンシルベニア州教育省に登録される。 私立学校は次の通りである。軍内には修立公園が一つある。ありがとうございます。